ジョバンニ・ボッテジーニは、イタリアの作曲家、指揮者、コントラバス奏者、作曲家、指揮者。その卓越した技巧から、コントラバスのパガニーニの異名を取った。ロンバルニア州クレーマに生まれる。父親は卓越したクラリネット奏者であり、また作曲家でもあったという。その父から、音楽の基礎を学び、11歳までには合唱団で、歌い、 ティンパニを地元ソチアーレ歌劇場の一員として演奏し、そしてバイオリンを公開で演奏するまでになった。特にバイオリンの腕は卓越しており、以下に述べる出来事がなければ彼はその道を進むことになっただろう。父は息子ジョバンニに高等音楽教育を与えるべく、ミラノ音楽院へ進ませることを考えたが、家計は裕福でなかったので、それには、 奨学金を得ることが必要だった。小学カナワクの空いていた楽器は二つ、コントラバスとファゴットのみだったので、序盤にはそのどちらかを選択しなければならなくなった。結局彼はコントラバスを選び、わずか数週間の勉強の後、オーディションにより入学を許可された。音楽院ではルイージ・ロッシに指示し、一年後には彼は優等卒業賞金300フランを得て卒業した。 この賞金で、ボッテジーには、カルロジュゼッペティストーレの名機を購入、コントラバスのパガニーニのキャリアが開始された。ミラノを立ったボッテジーには、ベネツィアのサンベネデット劇場の首席コントラバス奏者を短期間務め、同地でベルディの地獄も得ている。その後ソロ活動に転じ、最初にアメリカ大陸で成功した。彼は、ハバナの歌劇場での首席奏者となり、また同地で、 彼の少女オペラ、クリストフォロ・コロンボの初演がなされた。その後ニューオーリンズ、ニューヨーク、ロンドン、ウィーン、サンクトペテルブルクなど各地で演奏活動を行い、この大学期を巧みに操る腕前は評判となった。1850年代からはオペラ指揮者としても活躍した。パリのイタリア語オペラ言語上演劇場であった。 イタリア座の音楽監督を1855年の57年にかけて務め、同劇場で彼の第二作にあたるオペラ、フィレンツェの法位を1856年に初演している。オペラ式を行う際も彼は、自らのコントラバスを持参、しばしば幕合いに、当野のオペラを編曲した幻想曲を演奏して、人々を楽しませた。彼のランメルモールのルチア、心境と、 テンダーのベアトリーチェよりの幻想曲は、コントラバスの超絶技巧曲として、今日でも愛好されている。彼はその後も、数多くのコントラバスのための器楽曲、および数本のオペラを作曲した。コントラバス曲は今日でも、同楽器のリサイタル等で演奏されることが多いが、オペラは台本に恵まれなかったこともあり、レパートリー作品には一つも残らなかった。またボッテジには、 ベルディの名作、アイーダの世界初演における指揮を取っているが、残されたベルディの書簡からすると、これはベルディがボッテジーニを高く買っていた、というより、彼自身演熱の近い路で、自らタクトを振るうことに、消極的であり、かつ、彼が適任と考えていた、名揮者、アンジェロ・マリアーニが病気のための事前の策だったようで、ある。それでもベルディは、ボッテジーニを、 総合的な音楽家としては有能と考えていたようで、そのベルディの公式推薦もあって、ボッテジーニは1889年1月、パルマの音楽委員長に就任した。同年7月同地で死去。ボッテジーニの超絶技巧はその現役時代高い。評価を得、彼はコントラバスのパガニーニの異名を欲しいままとした。18世紀から19世紀にかけて、 同楽器で活躍したやはり、イタリア出身のドメニコ・ドラゴネッチと共に、ボッテジーには、コントラバスという楽器が多様な音色を持った立派な、独創楽器たり得ることを示した功労者といえる。ボッテジーにはまた、チェロと同様のフランス式運輸法をコントラバスに、初めて適用したことによっても有名である。ありがとうございます。